空前の内部留保をため込んでいます。367兆円、こういった内部留保があるにもかかわらず、庶民の私たちの懐は日々苦しくなっていきます。これから希望にあふれるべき若者たちが借金漬けです。借金返済、奨学金返済に3万円、17万円の収入のうち3万円借金返済したら何ができるんですか。若者って無謀で、夢があって、それに実現する、そういったチャレンジ精神がある、それが若者だと私はずっと思ってきました。私は世界中を取材して、たくさんの夢のある若者たちと交流をしてきた。だから今、日本の若者たちがブラック企業で心や体を壊し、借金まみれになり、夢を見る自由さえ与えられない、こんな状況おかしいと思うんです。車も持てない、スキーに行けない、結婚もできない、そういった声も聞きます。私、松山玲奈は若者たちが夢を持てる、夢を実現できる社会を実現します。18歳以上の方たちが初めて投票に行ける選挙です。私、松山玲奈、松山玲奈は若者の皆さんと一緒にこの社会を変えたい。日本だけで見ているとわからなくなりますが、世界中34カ国の先進国のうち17カ国、半分の国では大学は無償です。日本みたいに返す必要のない奨学金がなく、大学が無償でないのはどこもないんです。私、松山玲奈、世界で一番若者に厳しい国、日本を国会から変えていきます。この東京から変えていきます。最低賃金を底上げ、引き上げしていきます。私たち一人一人の権利を取り戻します。最低賃金、東京から1500円実現します。アメリカでも最低賃金の引き上げが行われ、一番早い週で2018年の7月に1680円になります。日本の私たち、世界の標準、先進国の標準が1100円、200円となる中で、日本は一番高い東京で900円。このままでは世界から取り残されます。若者たちが希望を持てる国にしたい。そして働く人たちが自由と権利を持つ、人間らしく暮らせる社会を実現したい。そうしないと経済発展だってありません。もし若者たち、20代、30代、40代の方々が月3万円、2万円ずつ返している奨学金返済がなかったら、国内消費はもっと活性化し、この中野の駅前ももっともっと元気になると思います。そして最低賃金が1500円になったら、すべての人たちがもっと自由に、あと一つ洋服買ってしまおうかな、この本好きだから読んでみようかな、人生がもう一つ広くなります。食べるものにも苦しんでいる、そういう方たちもいなくすることができます。自分たちの権利を獲得するために政治がある、私はそう思うんです。諦め続けてきました。でも、もう諦めるのって嫌なんです。こんにちは、小林哲さん、こんにちは。オール野党、この東京選挙区は6議席となりまして、多くの野党、そして有名人の皆さんが立候補を表明しています。私、松山玲奈、松山玲奈、この東京6議席、ただ一席たりとも自民党にも公明党にも自民党補完勢力にも議席を与えるわけにはまいりません。私たち野党が躍進をする、どこを見たって答えは明らかなんです。G7 で安倍首相が言ったリーマンショック級の不況だから、消費税増税を先送りするなんて、自分の政治の失敗を自ら認めたっていうことですし、公約を違反したということです。あんな嘘に嘘を塗り重ねた自民党政権、許すわけにはまいりません。私たち社民党は憲法を守る政党です。
平和憲法、素晴らしい内容です。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、安倍さんはこの3つの芯を全て粉々にしようとしています。たった3年間、しかしこの3年間でどうでしょうか。秘密保護法で40万件もの秘密が作られました。そしてブラックボックス化された中で、自分たちの政権に批判的なジャーナリストをテレビ局から追い出してしまった。国連の表現の自由特別調査団のデビッド・ケイさんが来日した際、高市大臣は電波停止発言をした。高市大臣はずっと逃げていました。本当は国連から正式な面会依頼があったんです。それなのにずっと逃げ続けた。それなのに実はデビッド・ケイさん、そしてその周辺にいた通訳の方々を盗聴監視していた。国際問題です。人権侵害です。安倍さんの俺の言うことを聞かないやつは消えてしまえなんて、こんな子供っぽい考え方のもとこの国ができていますが、これでは私たち日本国の信用が崩れ去ってしまいます。今すぐ安倍さんに辞めてもらおうじゃありませんか。もっと基本的人権を大切にした、働く一人一人の方を大切にした本当の民主主義社会をここから作ろうじゃありませんか。今回の参議院選挙、命をかけた選挙です。私の命もかけます。ありがとうございます。一木智子、杉並区議も応援に駆けつけてくれました。私たち社民党、東京都連、一丸となってこの国民の権利を取り戻す。国民の皆さんの生活、暮らし、福祉、介護、そういったことがかかった選挙です。必ず必ず勝ちます。皆様どうかどうか、私たち社民党に増山玲奈にパワーと元気と勇気をください。そして多くのお声を聞かせてください。この選挙、主役は皆さんです。皆さん一人一人の若者の皆さんの奨学金の問題、介護離職年10万人と言われるご家族の介護のために離職をせざるを得ない、そういった方々がおられます。私たち社民党は介護休業制度もっと活用して延長していく、介護施設を増設していく、そして10万人足りない介護従事者の方の雇用をしっかりと確保できるように、介護従事者の方の処遇を改善していきます。誰もが安心して暮らせる社会を実現します。財源だって大丈夫です。367兆円の内部留保、これにしっかりとメスを入れます。今まで下がり続けてきた法人税、きちんと上げさせます。そしてケイマン諸島だけで74兆円と言われている税逃れ、タックスヘイブンに対してきちんとメスを入れます。タックスヘイブンで浮いている、日本から海外に流れてしまっている、こういった税逃れ、3兆円から5兆円と言われています。これだけの財源があれば、どれほどの社会保障ができるでしょうか。私増山玲奈は皆さんにお約束します。庶民のための政治を取り戻します。社民党公認増山玲奈でございます。訴えを聞いていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。全力で戦ってまいります。脱原発、戦争法、今すぐ廃止、増山玲奈です。ありがとうございました。